どうも、三井です。本日はね、こちらの新作ゲーム、忍者らの先行体験会ということでやっていきたいと思います。まあ、こちらの忍者らというのはね、まあ、見ての通り、まあ、なんでしょう、スプラトゥーンのパクじゃないな、仲良しさんみたいな感じのゲームでして、まあ、そんな仲良しさんのゲームなんですけど、まあ、作ってる会社は別という、まあ、ね、まあ、そんな感じのゲームとなっております。でも、なんていうでしょう、キャラクターデザインはすげえスプラっぽいし、PV 見た感じもちょっとなんかゲーム性もちょっとスプラっぽいんですけど、なんか関係性とかどうなってるのか実際ちょっと気になるなとは思うんですけど、まあ、とりあえずね、ゲームデータを更新しましたってことでちょっとやっていきたいと思います。バージョン0004ってことでね、どれだけの更新をなんか予期してるんでしょうか ?5 桁回数の更新がある時間外、いや時間外じゃないです。今ね、僕4月29日の12時なんですけども、ちょっと時間外じゃないんですよ、これ。ちょっと、いやいや、あれ俺、時間操作とかしてねえぞ。動物の森とかで時間操作して、どうやってる。そういうキッズじゃないんだよ。ちゃんとリアルタイム生きてる人間なんだよ、こっちはよ。ちょっと。いや、ちょっと時間外じゃないって。何これ。なんかバグってる。ちょっと、忍者ら。マジ、ちょっと、やらして。あれ、ちょっと待って。ちょっと、一回ソフト終わろう。ね。今ね、皆さん見ていただきますかね。12時4分でしょ。で、僕、スイッチの時間マジでいじってないので、リアル時計でも12時4分を指してるんですけど、ちょっと困りましたね。もしできなかったら、これもう、この動画、この後、スプラトゥーン2実況プレイになりますけども、それ、スプラトゥーン2をもう、忍者らだって言い張って、やる動画になりますけどもね。なんか時間的にはなんかこうできる時間になってるんですけど、12時からって書いてあるんですけど、地味に公式ツイッターには12時3分からスタートだよみたいなことが書いてあって、さらっとなんか特に詫びもなく3分遅れてますけども、会社だったら結構しっかり怒られますよ。本当に左のギャルみたいなやつか、右のなんかこうちょっと悪い初音ミクみたいなやつ使いたいですね。あの悪いミクみたいな、あのなんかトゲトゲのついた初音ミクみたいなやつちょっと使いたいんですけど、それ以前にこのゲームができるのかっていう。あとなんか、お、何これ、お、利用規約をまず見ればいいのかい。利用規約を見て、ちょっと、お、字がちっちゃくて、ちょっと老人には読みづらいけど、まあ、OKOK、大丈夫、分かったから、同意させてくれ。プライバシーポイント、多分これも読まないといけないんだろう。ちょっと、ああ、またちょっと字がちっちゃくて、ちょっと老人にはちょっと読めないけど、クッキーね。うん。クッキーって言ったり、ビスケットって言ったり。まあ、いろんな言い方が世の中にはあると。まあ、そんな感じで。おっと、できる?よしよし。おお、できる。うわ、楽しみ。あ、これが悪ミクかな?あ、これメガネ系男子。これがさっきのギャルみたいなやつかな?なんかちょっと印象変わったな。こんな感じだったっけ?なんか色が濃くなりましたね。こいつも可愛いんだよな、でも。多分ね、こいつが一番人気だと思う。多分ね、この夏コミケが開催されるようであれば、あの薄い本で出ますね。これ男女どっちか分かんないな。なんか男かなと思ったけど女っぽさもあるな。でもちょっと僕この悪い初音ミクみたいなのちょっと使っていきたいなと。色は?あ、髪の色変えたらちょっとミクちゃんっぽくなくなるな。あ、でもミクちゃんっぽくするんだったらこれですよね。さらにミクちゃんにして、ミクちゃんって肌の色どんなんだっけ、白っぽかったっけ。こんな感じで、ミクちゃんって目青だっけ、ちょっと毛先がピンクになりましたね。まあいいや、とりあえずこれで、このね、僕の悪い初音ミクでやっていきたいなと思いますね。なんかツイッターで緊急メンテナンス入りますみたいなこと言われたんだけど、というわけで忍者ら実況プレイでした。これで終わり?はい、というわけでね、時刻は21時過ぎとなりました。最初にやろうとしたのが12時ですからね。もう、えらい待たされましたけども。お、やれるのか?お、できるっぽい。お、できそう。俺これね。俺これでしょ?うん、いや、まあ、わかんねえから。うん、いや、これでいいよ。よし、やった、できる。あ、これ、あ、準備中にちょっとトレーニングできるんだ。いいね。ZR でなんか止まったけど。びっくりした。わー、びっくりした。ZR で攻撃でしょ?あ、これか。ZR これか。俺 R ボタン押してた。R ボタンだとなんかこう強い攻撃みたいな。Y もなんか、おっと、ちょっともっと。
おさらいさせてーな。はい、行きますよ。次世代スプラトゥーン、ステージはねこの1個だけみたいですね、遊べるの。おお、あ、やっぱこのツインテールのキャラ人気なんだ。可愛いもんね、この。あ、でもなんかキツネみたいなやつが。ジャンプして、あ、ちょっと待って、まだ操作が慣れてないの。なんかあの、なんだっけな、なんか壊すんだよね。なんかこう、なんちゅうの、なんかなんつう、あ、なんつう、あれあれあれ壊すんだよ。ダッシュが遅えな。これなんつったっけな、これなんて言ったか忘れたけど、これをなんか壊すとポイントが入ったりなんかするらしいのよ。ほらね、これ壊したらなんかちょっとポイント入ったじゃん。でこれダッシュってこれ以上速くなんないの？なんか、あ、Y で速い。あ、Y はそんなに連発できない。で、とにかくもうこれを壊すことが大事みたいな。ほらね、これ壊しただけにいいな。てか俺戦ってねえけどいいのかな？この Y でビヨーンっていうのがなんか速いんで、とりあえずちょっと。てか、敵いる？なんか俺敵と戦ってなくね？なんか、延々とこのなんか、リンゴみたいなの壊してるだけなんだけど。で、2位なんだけど。あ、敵がいたい、敵が。でもどうしよう、戦った方がいいのかな？怖いな。とりあえず、あれ壊してから考える。あの赤いやつ。ちょっと赤いやつを壊すとすごくいいことがある。お、やべ、3位になっちゃった。ほら、俺の順位返せ。お、ZL プラス A で武器クラフト。ん？ ZL プラス A。はい。ほら、あ、ちょっと待って。あ、ちょっとわかんないわかんない。お前、何それ。何したらいいの？ちょっと、俺のわからないこと言うな。わからんわからん。わからん。なんだこれ。とりあえず、押せ。格ゲー初心者みたいに。なんかこう。おー、なんか1位になった。一本で。なんだ、一本グランプリか。おーら、わかんねえけど。おーら、なんかわかんねえけど1位になったぞ。これ壊れた？お、なんか来た。おら、ライズアップ。お前、ダイエット中学もやろ。あ、ちょっと、やだ。出ねえ。やだ、出ねえで。あ、ちょっと、やだ。あー、なんか一本取られた。うわー、なんか、えぐい。と、蘇った。で、俺のこの、あ、なんだ、X でなんか必殺技使える的なやつかね。ちょっと使いたい。ちょっと待って。お前、それ壊したらいいっていう世の中の真理に気づいたか。おーら、わからんけど、なんかいい感じ。あ、でもなんかやられてる。ちょっとカメラがむずい。ちょっと、俺、これどこだ？いや、ちょっとわかん。なんか、おら。なんか、このカメラ視点がちょっときつい。あ、そっか。これジャイロだから俺のコントローラーに依存してんだ。そうだ。そのようなジャイロ操作はちゃんとスプラトゥーンで慣れてますか。ちゃんとね、これでもスプラ勢だから、そんなにうまいわけじゃないけど。こうやって、おら、とりあえずこれを壊して、敵も倒してみたいな感じですかね。ちょっと、まだちょっと慣れるまでね、いろいろ難しいですけども、とりあえずあいつは倒した方がいいのか。でもなんか、俺今1位だから、なんかあんま戦いたくないんだよな。1位の時は逃げ切りたいっていう、そういう俺タイプなんで。なんか分かる、一本取った。あ、ちょっと、またサイクロンかわしまって、お前さっきも、お、なんか、おーしょ、な、あ、やられたのね。はい。俺が倒したのか。まあいいや。お、ここにあるじゃん、このリンゴが。このリンゴね、とりあえず、壊すことがデージ、一番。何より大事。痛い。あ、これの爆発に巻き込まれちゃいけない系？だこれ壊したらちょっともう、離れようぜみたいな。今なんか敵の音みたいなのが聞こえたけど、どうしようかなこれ。なんかとりあえずこれでも壊してる暇らしい。おーら、くらえ。このサイクロン攻撃みたいな。あ、ちょっとやだ、絶対やだ、痛い。お前ら女の子に暴力振るなんて最悪だ、この野郎。わからん。あ、俺1位って出てくる。これ1位取ったんか、結局どうなの。はい、1位。はい、三つ1位やった。おら、どうだこの野郎。見たか、子供たちよ。え、何これ、わかんない。なんか、おい、追加ポイントみたいなされてんだけど。ちょっと、はなんか追加ポイントされたんだけど。おい、ちょっと不正された。え、なんかちょっと運営になんか不正されたんだけど。ふざけんなよマジで。運営の
お気に入りみたいなやつでしょ多分。はい、というわけでね、もう一戦やっていきたいと思います。さてさてね、さっきはねちょっと運営に操作されて1位を取り損ねたんで、もっとやっぱ積極に戦っていってなんかあれしないといけないってことなんかな。だからちょっと俺が戦い方が消極的すぎたんかな。だから積極的にちょっと戦っていきたいですね。でも あのリンゴみたいなやつを壊すのは結局正解だったみたいなんですけど。え、何、壁とか歩けるの。あ、すげえ歩ける、すごい、あ、すごい、めっちゃ楽しい。なんかずっと壁を歩いていたい。なんかえ、でもちょっと降りたい。お、あったあった、このリンゴはねもう破壊するべき。これをほらほらね、破壊しただけでポイントがアップしたけど、あ、ちょっと何お前、ちょっとなんかほら、もう後ろからやられた。カークミちゃん本当に最低。なんか変なドリルみたいに持ってるし、お前上級者だろこうやって。あ、でもまたクミちゃんがいる。ちょっとクミちゃんみんなでやろうぜ。ちょっとクミちゃんみんなでやろう。俺がちょっとクミちゃんと戦いたくない。あいつ絶対経験者、経験者、社員がいるから。ちょっと嫌だ。おら、危ねえ危ねえ、こういう時の。おお、リンゴあった、リンゴあった。なんかやべえ、上級者部屋に入れられたかもしれない。なんかこいつら動きが違う。なんかドラゴンボールみたいな動きする、サイヤ人みたいな動きする。え、ちょっと頑張れ俺。おら、わからん、おら、わからんぞ、頑張れ。おら、なんか俺うまいみたいな感じ見えてるでしょ。適当にやってるだけだから、ガチガチやってるだけだから。おら、このエルドレッド、広島の助っ人外国人、おら一本、ざまあみんしゃい。よし、オッケー。なんかカメラアングルが絶妙なの。カメラアングルリセットするボタンどれだ。スプラでいうカメラアングルをリセットするボタンが欲しいな。え、あ、なんかスタンプみたいなのあるんだ。まあ、とりあえずちょっと今回マジで順位が悪いな。ちょっと、あ、ちょっとみんななんか、まあ、攻略動画見た、なんか YouTuber かなんかの早いやつだったらもう、なんかその朝4時のさ体験会みたいなの見て、朝4時の体験会みたいなのでもう動画上げてるやからいたからさ、やべえな。そういう YouTuber が子供たちに悪い教育してるかもしれない。そういうなんか何でもかんでも攻略見ればいいみたいな世の中を俺が破壊していく。あ、こっちのリンゴなくなっちゃった、うん、あ、そうそう、あのリンゴ、あのなんかスペシャルリンゴみたいなの、多分これポイントでかいでしょ。ほら、なんか武器クラフトできるやつ。あ、ちょっとやべ、逃げないと逃げないと。よしよしよ、オッケー。この Y がダッシュ攻撃であることは多分間違いないんだけど、俺は移動に使ってしまってる。ちょっとやだやだ、後ろはズルじゃない。ちょっと後ろはズル、ちょっとなんか無敵ボタンくれ。あ、来てる来てる。あ、ちょっとダメダメ、わからん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 、あ、わからんわからん、あ、ちょっと、あ、ちょっと強いな君。あー、うっそ、こいつらマジうめえ、こいつマジで令和キッズマジ怖い。なんかちょっともう7位になっちゃったもん、さっきまで4位ぐらいだったのに。なんかないっすかね、なんか俺もなんか簡単に順位上げれる方法。リンゴねえかな、 あそこにリンゴあるじゃん。か X も溜まってる。なんかあったら、これ後ろから来られたらこう無理じゃん。ちょっとやだ、ちょっとお前、ちょっと俺にも使わせてよ。なんでお前のターンなの、ずっとなんかあいつがやりたい放題なんだけど、何その人生、ひどい人生。あれ壊したいけどもう無理だな、もう。え、てか最後の最後、もう俺ちょっと諦めてんだから、もうよくない。なんかカモ見つけたみたいなされてんだけど、かあ、すげえいじめられたよ今回。老人いじめがえぐいんだけど、このダブルダブルみたいなついてる人も、これがよくわかんないね。この1本なんかほらね、運営のお気に入り、運営のお気に入りがまたなんか順位なんか爆上げしましたよ。俺は運営に気に入られないんですかね。なんかレベルだけは上がっていくけど、なんか曲もらいましたけど、ちょっとね違う武器も使ってね見ようかなと思って、カスタマイズした矢先にちょっとマッチングできなくなっちゃったんで、とりあえずね今日の動画これで終わっていこうかなと思いますけど、
まあちょっとね、今やっぱ話題のゲームなんでね、なんかいろいろ混み合ってサーバーパンクしてんのかなって感じで、こうやってねマッチングしようとしてももう未来英語マッチングできないっていうか、普通にエラー吐きまくりの状態になっちゃってできないんですけど、まあ、2戦やってみた感想はまだちょっとね操作方法がしっかりと理解できてない部分があって、結構なんかガチャガチャ押してるだけの感じになっちゃったけど、すごい爽快感もあるし、まあ、なんだろう、スプラっぽさはやっぱりあるけどスプラじゃないところもあって、まあ、混戦のねなんかごちゃごちゃ感みたいなのもあねエラーになっちゃいますけども、すごい面白いんで、なんか時間外になったんだけど、まあ、元々の予定では時間外なんだけど、まあ、そんな感じでね、まだちょっと本当に触りも触りしかできてないんで、まだ何とも言えないけど、またね製品版5月の終わりぐらいにね、リリースされるみたいでね、基本プレイは無料みたいなのでね、まあ、皆さんもねぜひよければね製品版が出たらね、やってみていただければなと思います。僕もね製品版が出たら必ずちょっと遊んでみようと思ってるので、今回やったのはね個人戦の8人戦のねバトルロイヤルなんですけども、チーム戦もねあるみたいなので、まあ、そっちもね楽しみなんだって。そっちだとよりスプラっぽくなるんじゃないかなって気はしますけど、いやでもねキャラクターのデザインとかもやっぱ可愛いですし、武器とかもねいろいろなんか面白そうなのあるんでね。というわけでね、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。ではではお疲れ様でした。っていうかもうちょっとプレイしたかったな、でも本音を言うと先行体験もうちょっとしたかったな。というわけで、お疲れ様でした。